今回、高知の全プロ競技の方で、1km のタイムトライアルで、タイムを更新して、連覇を成し遂げた菊池武人選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回、連覇で去年続いて、去年のタイムをさらに更新して連覇ということになりましたけれども、そのあたりご自身率直な感想をお聞かせください。そうですね、しっかり練習をしてきたつもりだったので、しっかり練習の成果を出せてよかったです。ちなみに、今回高知の500バンクで競技をやるということだったんですけれども、そのあたりご自身で走り方とかっていうのは工夫されたりしましたか？いや、特にそんな大きく変えることはなかったので、しっかり500バンクだろうと思って、はい、以上みたいな感じで走ろうと思ってました。ちなみに今回タイム出そうな感じっていうのはありましたか？そうです、みんなタイム出てたと思うんですけど、そこはもう気にしてもしょうがない、自分の走りしようと思ってました。ありがとうございます。では、これで、1位優勝取ったっていうことで、市の杯の理事長杯ですね、決まりましたけれども、それに向けてっていうのはいかがでしょうか？そうです、地元の新の杯です。しっかりそこに向けて、今日からスタートだと思って、またしっかり練習を頑張っています。ありがとうございます。では最後に、ファンの皆さんに一言お願いします。本場の経験の方でもしっかり集中いたし頑張ります。これからも応援よろしくお願いします。